やりましょっかね。今日もマシゲザしていきましょうかね。毎日マジギャザ健康生活ね。久しぶりだな。プレイヤーズ、なんか右下の宣伝がないから、次のプレイヤーズコンベンションのがあるといいんだが、もう来月月にはね、またプレイヤーズコンベンション愛知があります。もうスカイエキスポプレイヤーズコンベンションがそもそも6回目なんだ。わあわあ、回もプレイヤーズコンベンション、もうすぐだよ、あっという間だ。パンダすら出てこない。パンダぐらい出さない。よし。やりますか。はい、こんばんは。いや、ね、最近行く町中華の定食屋、マジで、いや聞いてほしい。なんかチキンカツ5枚の定食とチキンカツ4枚プラス杏仁豆腐の定食の値段が一緒なんだよね。それならチキンカツ5枚食った方が良くないか。いやー、ちょチキンカツね、2枚と3枚もあるんだよね。チキンカツ2枚食うか3枚、2枚プラス杏仁豆腐が、2枚プラス杏仁豆腐とチキンカツ3枚が同じ値段で、ちょっと足すと4枚プラス杏仁豆腐かチキンカツ5枚にするかどっちかなんだよね。ちょっと考えて、これはチキンカツ5枚か。前田も唐揚げ、バカデカ唐揚げ、胸肉の唐揚げ6個と
多すぎた。あれね、恵比寿にある中華屋なかなかいいよ。なかなか。あ、パンパン。チキンカツごま杏仁豆腐セットないんだよね。これ逆にないんよ。ちょっと都内のなんかちょっとがっつり食いたいな、山手線内でちょっとがっつり食いたいなとなったらぜひ。マジであれ食った後眠すぎて凄まじいことなんです。体が消化しようと体が騒いでたね。もう消化しきれません。今日は最近ねまたちょちょい見るようになってきた。デス&タックスというデッキを回していきます。デスタックというデッキはですね、まあ最近はやっぱちょっとオークがきついのもあるし、若干やっぱ環境が早くてワイヤル出してゆっくりするぜみたいなことがちょっと辛いね。あとは多色コントロールもまあきつい、豆コン豆指輪みたいに入ってる。同じヨーリオンでぶつかったとしても中身こっちの方があっちの方が強くて大体追いつけなくてバラバラになるのがね、よくあるだった。はい、こんばんは。そんなデスタグもなんか久しぶりに上位に食い込んでてなかなかいいなと思ったんで、今回は回していこうかなと思います。最近のねデスタグはまあなんかこの辺はふんわり、まあ、メインにリクルーターから引っ張れる墓地帯としても結構入れる。あとこのなんとなくね、なんか 1,2 枚はいつも枠が空いてて何入れてもいいんだけど、その中でよく試されてる。こちらパラゴンさん、まあでちょいデカルールっすよね。花総理は3位以下のパーマネント呪文を墓地から唱えられる。いやこれがね結構ハードなんです。普通に除去使い回しても強いし、救出専門家唱えて墓地から多く釣っても強いし、結構ね組み合わせが強いんで、普通にあと不毛を使い回しても強いからサーチできないけど1枚あると急にまくったりする両カード。はい、こんばんは。サイドはね最近デスタクの定番になってきたガドックティーグさん、これローインのねレアで十数年前から存在しているカードなんで、マナ総量が4以上のクリーチャーでない呪文が唱えられなくなって、マナコストがね X を含むクリーチャーでない呪文も唱えられない、ね、まあ、カードです。このカードをまあミラクル全盛期、コマ総裁ミラクル系全盛期の時にかなり使われたカードで、まあ、このガドックルンママとかいう状況を作ると、まあ、ソープロ1枚じゃ突破できなくて週末は打てなくなってガドック でカラカスでバウンスするぐらいしかもし回答がないみたいな結構凄まじいロック手段を作ってたんで、うん、で今の環境って、まあ、多色コンメタとして結構まだ使われていて、力戦1マナだけど6マナだから止められるし、まあ、みんなあとタフネスが2だから多くで落ちないのもいいとこで、まあ、そんなわけで今結構ガドックがかなり使われている。そのデスタクというデッキの苦手なコントロールに対して強いカードとしてサイドにガドックが最近採用され、自分のあとカラカス4枚使えるからカラカスガドックみたいなの作って盤面ガチガチにしても結構強いし、カラカスガドックバイアル2とか作れると結構盤面が止まりやすい。って状況どうすりゃいいんだよ。ソープロ打ちすの、ソープロ打ってカラカスでバウンスされてバイアルから出てきて、なる。なかなかハメ技。まああとタブネスも小さいからリクルーターズ察知できて結構再現性のあるよ。クリーチャー止めるガドックどう頑張ってもすげえバカ重クリーチャーになっちゃう。現環境最後のリーグです。明日から一応データだけ入っちゃうから、まあ、明日からはね、明日はまあ新デッキ作ったりちょっとしたいね。こんなおじさん何も使われる時代が。
そう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 、それぐらい。1枚ができんだよな。1枚がでかくて笑ってた。マリガーン、ここはね、ランドあればいいんですよ。ねえねえわ。でもこれはギリギリランド、ランドか。ワンスクリューは解決してくれるでしょう、というか。黒か。嬉しい嬉しい。黒コールなのちょっと怖いね。多分ピッチで打ちまくるとかあんのかな。早い早い早いよ。危なーい。これね、帳とかで避けられんのかな。あ、いやでも俺の上のランドがなくなっちゃった。腹立つ。腹立つな。無理か、ペインター落ちちゃったら。でもババイやる。あ、カード強え。あ、なし。ランド引きたいんですけど、お。わからんから、これから入るか。いいねー。耐えてる気持ちは、心は。ダイヤルを蹴るターンがマジで全然ないな。なんか一応この不毛って、でも一応ペインター引かれると負けるんだけど、サーガで負けとかの方が怖いから、一応サーガケあって、このターンは不毛しなくていい。ペインター引かれて負けたらもうしゃあない。はいはいはい。まあ、バイヤルは遅いね。バイヤルをプレイするターンすらないなって感じるぐらいにやっぱ遅いから、結構厳しいカードだよね。新環境で絶作に入れそうなカード。まあ、あの、牛さん、3マナ2位、馬だわ。3マナ24の馬とかはありかもねーみたいな話をして、まあでもそれぐらいかな。
インターを読みちくりー。あー、インター引かれなきゃいいんだよ。ブリンクだ、確か。いや、そう、まあブリンクの馬ぐらいかな、使ってみたいなカードは。ただあれも別に24だからね。なんか、なんでもいい。お、なんでもいいから。いや、これさ、エムリーも潰さないとさ、ダメだな。エムリー潰してバウンスケアンないと勝てないから。ライフガードは1進めらんない。両方殴って多くで勝つとかが一番いいけど、相手もちょっと踏ん棒ひねりづらいけどね。パパも停止したからよし。え、でもまはい、こんばんは。トポも動いてる動いてる。これシート分かりづらいけど、あー、はい。でカーンでクリーチャーがしたら勝つから、罠橋置くぐらいしかない。あれ、ファクトどっちだったの？罠橋置いたら勝ってるよな。どうやって勝つんだろう。プラスもできないし、罠橋置くのに墳墓2つひねるしかないから。入れた。いやーいやー、青タンか、青タンか。それでダリーな。青タンペインターってチャレス入れらんないはずなんだよな。まあ、入ってるカード割り箸全部刺さるっちゃ刺さるよ。これ抹茶と近地全抜きで、何受けるかな。あ、キューワークファクトランドちょっと見づらい。あんまりね、慣れないと見づらいね。どうしよっかな。マジカル、なんかマッチ的にはそんなに有利つかないから、ガドック入れてみるか。ドロソ止まってまあまあかもしれないし、知らないし。見づらい、でも好きだから使っちゃう。好きだから好きはしょうがない。でも俺たちの好きを止める権利だぞ。いいじゃん。除去終わって、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 墓地帯やって、で、エムリー止めるからかすまって、もう完璧です。完璧のパーペキです。たまに使うとな。大会で持ってった時のうわーすげえ事故みたいなの感じがちょっとね、古いよね。
あ、黒コールか。あれがすごい。まあ、エンドにソープロしてライオン出してとかの方がいいかな。まあ、エミリー出ても来ないから、まあ、墓地隊として場に置いとくだけにしかない。ちょ、クロックを言ってたら、それはそれで楽は楽だ。よし、好きだな。すーぐ起動するな。すーぐ起動するな。あーランドが、でもカラカス引かなくて済んだ喜び。色真中これ。呪い金か皮膚もリメイクすげえ強く作りましたになった。それはそれで面白いけどね。俺の墓地がどんどん増えてく。ライオンどんどんでかくなっちゃうぞこれ。ランド引くと分かりやすく勝ちそうなもんだけど、見覚えのある角と土地。ランド引くと、あのこっちだと微妙か。何でも勝ちそうだけど、ロラン引っ張るか。俺ガチガチだ。ガチガチのガチだ。6点ある。このカードさ、今さ、その墓地帯としてはそれなりのメインに入れやすい墓地帯としては結構良くてですね。まあメタに、このカードだけはマジメタフィット系いいカードだと思うんで、マナカーブ順にカード引いてはめてる時が一番楽しいんだな。な、俺が一番楽しんでな。メタフィットの響きいいね。
バンがすげえ強いみたいなセッションはあんま起きないけど。バーンだってもうリアに相手アトラクサを止めらんねえし、やってきたアトラクサどうにもならんし、厳しい。厳しい、あれは厳しい。ハンド5、あ、ヨーリオンがあるんで、ヨーリオンあれば前ますんで、ヨーリオンあればなんとかなるでしょう。頼む、これで耐えられるデッキだってくれ。まず耐えられるデッキじゃないとどうにもならん。エスタクってただでさえさ色多いのにさ、こっからたまにさらにムーンメイガスとか鏡割りとかタッチしてることもあるからね。おお、オッケーオッケー。なんかハンド、あ、そう、なんかもう実質多色コンだよこれ。のんびり、マジでのんびりできそう。ゆっくりさせていただきます。ゲームセットか。これもみ消しされるかな。マナ払われて終わりか。何ですか。ハイフル腐ってこれだったら終わりなような気がするけど、先に不毛するのも微妙で、サリアから動かないとはいけなくて、もう知らないで5-5でもよかったか。のびりー、オクロリアニーじゃない、テンポ系か、あれ。俺もね、ずっとデスタクだけは放置してたのに、この間解体してストレージにしまわれちゃった。なんかね、組んであったらつい使っちゃうからちょっと良くないなって思ってね。フフフ、持っていって何かこの時やっぱ事故るよなっつってまくるのもちょっと腹立つから、もう破壊しちゃった。会いたい。一回も減らした方が良さそうだ。
料理を見せてこちら。おお、いい。白タンじゃないです。デスタクはな、白タンなんだよ。これでもほぼ見てみろよ。どう見ても白タンだろう。沼も入ってるけど沼も入ってっけど、あ、弱っ。一番弱い一番弱いカードいた。刺し食っておしゃれじゃん。ゴーゴー。分かった。もうあと数時間したらメンテなのは分かったから。完成体、やつは元キャストできない。四天王の恥さらしよ。カードキャストできないカードシリーズしてんの。いやー、これもみ消しマジでな、当たりそうだから嫌なんだよな。帰ろ。あー、僕はやめてくれ。なあ、サリアさん、ただ結構クロック早くなっちゃい。やめてくれー。そういえば単色デッキでも単色デッキはもう、単色デッキはとりあえず情報ランド入れるだけでストレスだいぶ減るからね。最近のオークちょっとある、あるか。今般、連6に滅ぼされてきたデスタク村、多くに滅ぼされる。22が除去されなければ。連絡に滅ぼされあらゆるカードで滅ぼされてる。一応こっちで会えるかもぐらいか。そういえばリリースノート見た感じ、総裁誘発するだけで悪事っぽいんで、悪事誘発のカードに可能性感じてます。了
ているリストもあるね。頼むどうしてくれ。なんとかなる。なんかさ、デッドガイっぽいけどね、もうデッキ。あ、必要なところが。あ、でもセラパラゴンワンチャンスが。パラゴンチャーンスが。お願いします。毎回これだな。お願いしますで、耐えてる。配信にロランとか拾えたらだいぶ変わりそうだ。こっちどっちもあんまレガシーで見ないね。まあ、レガシー、こっちはレガシーでしか使えないけど。こいつはルプツボも内蔵されてる。結構すごいやつ。ドミナリアの神話レア。いやーなんかさ、いろいろショップとかで話をしてもさ、多く嫌いな人多いんだよね。いいやつなんですけど。ロラン拾って見た目は勝ちそうなもんだけどな。セラパラ、ライフ得られるのは熱い。フェッチ拾うと1点回復する謎の土地になる。ドロー制限まで。こっちはね、今土着と高いだなんと我らのビッグウェブではなんとなんかこの辺のカードってエモい。タクローじゃんこれ。また俺はあいつと戦わねえといけないのか。ソープロソープロー孤独もかソープロー。よっ、はい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 。制限はしてないやろ。ダメージは与えるけど。ここでもみ消し最悪。見回してんのな、青枠タクロー君。ボルトのハスクイだな。エロー俺の体耐えらんねえ、もうもう耐えらんねえこれ。なお現実は、ワンちゃんか、こっちの方がワンちゃんあるか。ヨーリオン、グロックヨーリオン拾って出して
いやー、殴れない方がワンチャンあるか。凄まじいご両親に会ってる。いやー、疫病もあった方が良かったか。疫病何凍りしても強そうだな、これだと。よろそって強えんだ。このカードすげえ強くていいやんに。そんな、パノプテップ。そんなカノプテップ、カラベ、ホームさん。なかったわ。今のカード強いもんな。なんかないんすか。負け負けました。7点ゲイン程度じゃ。ハンマーのカードってさ、なんかやっぱ最初コマンダーセットでみんなカード評価が結構ブレてて、本当に強いんすか、使うんすかみたいな感じだったけど、なんだかんつねみたいな。いや、この配信いつだってダクローに殴り負け、キャスターラクルに引き殺されてる。いつだってそう。これが俺たちの日常なんだ。いつだって破壊されてる。はい、こんばんは。アイドのサンマナ全除去はね、結構強いよ。前使ったことあるけど、やっぱテンポ系に対してね、たまに負けるのがなくなって割と勝ち嬉しいから。ダクローとオラクル、どっちも憎いだろう。強いて言うならオラクルだろうな。オーハンマーのカードはな、強くていいんだけどな。おみ消しすげえところ当たんなきゃ耐えると思うんだけどな。この生体武器の誘発とかもみ消されるとやっぱ結構だるいんだよね。久しぶりに見たな。え、殺しはやめちくり。アルドラ持ってないです雰囲気だけ。さすがにプロマナ引いたらそれはそれでやばい。石風が108に集まってきた。寺付きね、普通に多くに弱いんだよ。あと、あのカード結構その盤面ある程度勝ってないと強くないんだよね。その辺も弱いな気はする。3-1飛行だとテンポ系には強いんだけど、それ以外あんま強くないからな。
でもやっぱ置くだろうね。盤面にブリンクして強いカードがいるのが結構前提だから、この辺を見るとやっぱ微妙寄りのカードなんで。これはこれで黒マナ引かなかったら嫌だな。安藤さん、安藤3枚でカウンター系がなさそうって考えると、まあなんだろうな、除去エディクト、エディクト気合ってる方がいいか、これだったら。オークとオークで4分の4しか量産したい。ドラオーク解禁して。バウンス、バウンス、はい。ライオンで食って墓地対して気合ってもいいし、一応忍耐とかもあるからみんな耐えそうだけどな。ダクロもすげえ、なんだあいつは。絶対に落とします。バツよ。これだと、あーでも縮むからいいか、とりあえずは。まあダクロも触れてはいるし、なんとかなってるような感じはするが、なんだっけ、マイナ2マイナ1なんだよね。動員トークンとオークの相性の良さすげんだもん。気がついたらどんどん横に伸びて勝ってしまう。いやサニアもね、サニアもすぐ弓刺さって、ちょっと今、デスタクちょっと入れたいカード増えたのもあると思うんだよね。お、何にもなさそう。何もない、ルルル、そんな日もある、ルルル。
え、これで落ちちゃうの？ちょっぺー、パルドラつけて両方殴って、まだ落ちないのか、かっけーなーかっけーなー。リリアンとずっと遊んでる。なかなか落ちねえなって騒ぎながら。救出部あまりに強い。もみ消されると悲惨なんだけど、なんかもみ消されるのをある程度気合って少量ずつブリンクすれば、まあ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 、全員で行くと何が落ちるの？1、2、1、2、3、4、5、6。どうやって救出してるんだろうね。ああ、でもここで相手はハンドゼロで、もみ消しもないし、殺傷よっ、何でもいいや。バタースカルー、もう装備品ないんだよなもうないんだよな。まあここは落ちるし、ヨーリオンはマークタイトで今止まってるから気にしなくてよく、ああこれグダグダ盤面取ってれば、多く拾って、アフネス1はいないし、どうにかなってんのか。グダ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 。救出専門家ってカードすごいよね。これでも結構衝撃だけど、やっぱあの3マナの
フォールアウトの装備品、散骨イカリアニも、あれも結構めちゃくちゃなんだよな。あれをたくさん入れた、なんか白いヤグロ。まあ、それこそデスタックっぽいデッキ使うのも面白そうで。いや、なんかね、次の、アンダージャンクションに入ってる青白の装備品も、あ、そう、清掃もやばいし、あの青白の装備品も結構強いんだよね。普通に除去だしね。あれ、あのカード自体はあんまりデスタックに合ってない気がするけど。まあ、それでも3マナの装備品の支出としては上がりすぎだろっていう。適当に拾って除去られてもいいし。いや、ちょっと2億年ぶりに5ゼロしたいよな。全然しないんだよ。全然しない。まるでしないのである。あてね、出た時相手クリーチャー除去。まあ、で、装備したら、その追放してるクリーチャーのコピーになるみたいな。セラパラゴンと、セラパラゴンと組み合わせても結構面白い。セラパラゴン自体を追放して、装備して場のクリッチャーセラパラゴンに変えて、みたいなことも。いや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 。パンダ時間だから、パンダ時間。時間を引き伸ばして。2億年配信して2億年前に5-0したから、そっから1回も 5-0 してないから。最後に 5-0 したのはそもそもいつなんだろう。いやー、この配信スタイル 5-0 難しいからな。今まで俺が最後に 5-0 したのは1月だわ。1月のスタイフルノートが最後だ。全然してないじゃん。全然してないじゃないですか。モンハンマーの実装は2年ぐらいかかった。長かったわ。あれも体感は2億年ぐらいかかってた。俺がホロライブ100期生というね、タクシーシステムも存在するから。いや、この配信スタイル 5-0 難しいよ。まずでも、なかなかしない。俺が完全初見プレイだから、むしろ 5-0 してる方がすごいまである。むしろね、5-0していることがかなりすごいんじゃないかという気もしてきた。これ、カスクラかな。見た目はカスクラっぽいけどな。ルンママ。まあまあか。いや、3ヶ月 5-0 してないの。12月とかはなんかすごい。12月なんか毎週 5-0 してたのにおかしくない？なんか相手これどうなってんだ。アリア相手に不毛をするなんてなかなか強気やね。一生アクション取れなそうだけど。護身完成してまう。あ、分かった分かった分かった。メンテは分かったって。いや、5-0はね、むずいよ。でも、12月さ、12月で俺だけで、1、2、3、4、5、5回5-0してるんだけど、どういうこと？マーフォーク、豆、マーフォーク。マーフォーク、2回5-0してる？あとあるか。ルンママパンチ。劇場だけ恨め。劇場だけ恨めったーって叫びながら。こうぐらい。これ以外は大丈夫。これは終わったな。どうなってんの？
次のターンからね、チェックあるかもしんないから、サリアだけでない。サリアってカードな、うまくハマってるときはなんかこいつすごいんだねってなるけど。劇場にバーンって寝かさなきゃよかった。あ、でもこの1点がシミュレーションも結構ねあるかもしれんし、ルンママ殴っといてよかった。もうまあ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 、家なんかない話だから。俺去年もなんかそんなに間全然月1でたまに 5-0 すればいいなぐらいだったけど、いや今月もひどいな。でも私配信回数自体はそんなに変わってないような気が。どうしたんだって。また椅子がボコボコになっちまう。なんだ、何持ってこよう。なら多く持ってくる方が強いか。全然カスクラじゃなかったっていうね。どっちじゃ来るん。うん、まあま急にゆるっと来たぜ。ゆっと濁ろうかこれ。いやもう濁ろう、濁ろう、ちょっとだるいて毎回。あ、ちっちちっちゃめか、かわいい。それリーズされてもまあいい。孤独構えて最後暇になったらヨリオン投げて終わり。テンポ系にはデッキ強くていいよ。ベスタクのカノプテックはやっぱ自分の墓地が
こういう形で溜まりやすいから。しかもフェッチも多いしね。自分でフェッチを肥やし、フェッチ切った数だけトークン出せるんだったら、結構まくり目としても使いやすくて。カノプップ、カノプテックスカラブオームさん、強いんだろうな。こういうマッチも強いぞ、状況。相手には囲いが弱いんじゃ。フリッカーも怖いな。カノプーさんおいくらくらいです？今は3000とかなんじゃない？あんまり売ってるところ見ないから。それなりにする夏のカード。バイアルバイアルバイアル。あ、そんなことなくて2000とかでも世の中にはある。パンダの価格破壊がまた始まった。1枚しか使わねえのに。あ、見た目は使い道あるように見えんかったからね。カラカス耐えろー頼むー、カラカス耐えてくれー。だからロラン抜いてもよかったな。いやー、こいつ僕で死ぬんでしょう。でもどうやってもカードをプレイするたびに絶叫しないといけないんだ。カノプテップね、まあ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 、1枚1枚でいいから。1枚なる。こんな眠くなるドローされても困るぜ。いや、2ラウンドでマリーガンとかさすがにしたくねえ。出たし、それなりにハンド強い寄りだから、それなりに戦いそうな雰囲気あるから。アラカスくんな、ハンドから落とされないだけ耐えたなって思って。何を置いたら破壊されてしまうなんて。ね、はい。いやー、ちょっとこれはこれで弱いんよね。罠で悲嘆とか飛んでくるのかな。ダクロか悲嘆か。うおー強烈、触れねえ。しかもあ、俺にいらないロランが。いや、カラカス引かないと。プロテクションしろ止まらないんですけど、なんとかなりませんでしょうか。プロシロ
え？なんか思ってた感じのデッキじゃないな、全然。思ってたんと違うな。後ろマジきっちり。おかしいって。おかしいって。全然止まんないって。アルドラコンプリートで相打ちしないといけない。一方か。その鏡割らせてください。4567.5。いやー負けてんなーこれ。殴んなきゃよかったな。似て意味ねえもんな今。ダクロ？やった。致命傷ですんだ。負け。オークとか引いてでもね、チャンプして耐えそうだったけどな。てかこう全力でもよかったから結構受け広かったよ、ね。まあ、でも相手にできは分かった。グリクリスコントロールなんねあれ。そうか。こう、さっきからランド多めを願ったが、こんなにあっても困ります。傑作の辞書に間とかないから。ちょうどいいとかないから。ノーランドかオールランドか。これでまだギリギリ程よいぐらい。ファージュメステイク。アラドラよりちょっとキャストンしやすいバターにしよう一回。これだったらあれやね、霊柩車じゃなくてミニンカじゃなくて救出専門家サーチして石火事持ってくるようにしよう。
はい。ビルぐらいしかないやろ。出てきたや。それだったら多く構えてもよかったな。無理にアクションする必要なさそうだった。バットランズがマジで足引っ張ってそう。コマとか入ってんのかね。え、本当に入ってんの？ギャー！ギャー！存在していたのか。聞いてないよ。いやー、ドストレートカルドラコンプリート暴力の方が良かったか。それだったら黒だ。あと何回？オープロパス。今日はいっぱいやります。はい。とりあえず孤独サーチ。これで終わり。もみ消しどっちにせよ蹴られないけど、いらん理由もないか。イエース。ああ、まあありえるね。まさか2枚目のダクロ用にスペルちょっとだけ残したか。一応なんか6でも7でもキルターン変わってないから、まあそれで一応気合ったようにも見えるね。はい、メッツ。ハンド2。消しあんのかね。なかった。情報。これは除去ハンドの臭い。ない。あとはヨーリオンさん、なんとかもらえますかね。はい。よし、だいぶ落ち着いた。
とかなれ。ブレインも打て。ランドを引くな。ライフ1ライフ9か。せめて何か1枚ぐらいは持っていきたい。ミンディ出さん方が良かったかな。ブレインに当てられそうだったな、これ。仲間同士でやり合って虚しくないんか。ちよ。土地浮いてる枚数分のアドサが。本当だよ、この本。余剰の土地分のリソースが綺麗に生まれ始めてる。やべえ。ああ。おお。はい、バッサリえかこれ、ああ、1234567、いや俺かこれ、すさまじい量のクロックダッシュやんこれ。あいつ気がぶれてるギャングコマンダー。こっちは4マナ重々クロックだけど、流れ変わったか。まあダクロー出てきても無限にジャンプするから。このカードやっぱすげえな。このデスタクってデッキの墓地の使わなさをいい感じにカバーちゃんとしてて、しかも大体勝つ。相手の墓地も掃除できるの、どっちでも強いんだよな。こんなに虫出てきていいんですか。暴露なし。そろそろリクルーターとか引くとね。リクルーター孤独構えパンチパンチ終わり。ダクロどこ。さすがにメルト考えづらいと思ったけど、あーこれもこれでメルトなの。あもうなんで入ってんだよ。そんなやる壊したいかこれ。はいはい、なんかくださいなんかください。したら負けフラグってあれほど。なんかください、お願いします。これは神試合。あまつつつつつつこいつのトークン氏だと。つつつつつつつはいはい、これトークンって紙で存在するんだ。あれだね、あのトークンと一緒だね。エオルのトークンぐらい。俺もこっちは確かに見たことない。あとね、これ以上鏡のトークンでも3点だと3点かって、相手がダクロを引く前にこいつブリンクさせて相手の墓地掃除したいんだよね。それぐらいしか勝たなそう。てか、料理をなんで落とされた？はい！まだ終わってねえ。
目は死んでねえ。はいはい。あ、逃走者だっけに入ってんだ。あ、なるほどね。それ見ないわ。いやー、ロリアンが唯一だなちゃんとトップ同士で返し合ってる。相手のハンド一枚なんだろうな、これ。ハンドイッチ。あー、くそー。いや、あのヨーリオンせめてキャストしとけよかったー。キムはケアレンって見てるけど、いつ多くで死ぬか分からんからな。はいはいはい。あーなあ。まあ一応カウントあるか。9万。これで何度か何のそう何のそう。リクルーターからフリッカーとかで耐えてえな。なっけ。え、コラコマってこと？あぐーきちぃー。盤面壊滅した。また2点ファクト破壊かな。オーク回収、いや破壊オーク回収か。破壊してオーク回収して回収除去ってか。あー少々強すぎるよ。違った、ライフ詰める気満々だ。これ稲妻あるのかな。稲妻あるのかな。お相手の古き良きグリデル感嫌いじゃない。いやー、あのこれ出したターンでね、もう勝ちやろうと思ったのに、一回も殴る間もなく除去されるなんて思わんな。ふうに。ポンパン。はいはいはい。リクルーター、はい。なんですか、ほんまの手。いやー、これもう無理か。
リクルーター、リクルーター。いやー、認知が止まらん。ライフ向いてしかないし。あ、オークか。オーク引いて、トラック落として、で、トークン対打ち。入ってくれまたこ、また5-0。できんかったか。また勝てなかったよー。オークかも。ダメじゃん。いやー勝ったと思ったんだけどなー。いやーあれ、料理を拾ったタイミングが下手だったなー。いやー、まあ拾ったなら出した方が良かったし、拾わないんだったら、いやー、まあヒムも見てるしな、ヒムもトーラックも見てるから、あー、キャレル分でキャルビだったなー。キャレたね、最低では意識するべきだった。本当だよ、本当だよ。なんだよ、ヒムおじさん、ヒムおじさん強いて。はい、こんばんは。ヒムおじさん言うて強いな。ゲーム内容はまだ熱かったね。ああいうゲームは楽しいんだけどな。あったらもっと気持ちいいんだよ。ああいうゲーム楽しいけどね。でも勝った方が。いやー、惜しかったなー。なんとかなれー。よし。はい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 。テンポか。まあ4ターン目にスカイクレイブ投げるところからでいいかな。そしたら3ターン目。いやー、早まった。早まった。まあ、それならスカイクレイブにデイズ当ててもらうか。スカイクレイブにデイズ当てて、カノプテップ大手の墓地掃除して、ダクロ出てこないことを祈る。すぐ祈るな。祈る時間だけ増えていくな。なんともならんかったな。
簡単メスカイクレイブ、まあ、一体除去、まあ小石が叩く、まあでもウィルも残るんだよな、まあ、どれか通るだろこれ345ってどれか頼む取ってくれやっぱりこのデスタクのね両手振り回してなんとかしに行こうとする感じなんすね。やばい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 、はいはいはい、これ絶対ダクロ出てくるやつ。もうこれ3点通して次6点通したらもう間に合わないもんね。お願いします。ダクロダクロはちょっと嫌だよね。まあダクロはダクロでしょうがないか。これそんなに落ちてないんだよ。インスタントインスタントインスタント、まあスペル4枚落ちてるのか。じゃあ多分ダクロフルパワーでちょっとランドつまんでか。あそれならギリギリ間に合ってるか。まあウィルもデイズもないことを祈るしかない気もするけど。逆にこの孤独にウィル切ってもらうか。はい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 、これはカノプテップ頑張って耐えましょうプラン。もうない、まだあったらハンド強すぎる。ハンド強すぎる、全部ある。ナンバーワンだ、認めよう。認めよう、ナンバーワンだ。強すぎるだろハンド。あれはハンド強すぎるだろう、どうにもならんぞ。デスタック回すたびにダクロに負けるんだよな、ここが嫌なんだよね。全然デルバー有利じゃないんだもん。全然有利じゃないんだもん。まあまあ負けるんだよな。デルバーで勝ったこともあれば、別にデスタック使って負けるのもしょっちゅう起きるからな。いやでもね、なかなかね、やっぱデイ、どうしても3マナモッサデッキだから、この1、2マナのカードで、なんとかなってないといけないんだよ。どっかにデイズを吐かせてるか、どっかで石火事後に動かしてるか。いや、あれ、一旦ずらせばよかったのかな。サリア出して、サリア、フルタップだからサリア出して、孤独出して、ダクロ飛ばして、いやー。まあ、それでもライフ3とか4になっちゃうから結果間に合ってはいなそうなんだけどな。どうにかならないことが多すぎる。
困ります。パンダを。これは反転するならさせるか。いやほんとダクローがねマジでね問題よね。ほんとだよ。これはバイアル処理されるとそれはそれで負ける。お越しください。ねえ先手だけど後手っぽい動きしないといけないの嫌すぎるな。これにゃわっ。なあ。結局手数で追いつけないから勝てないんだよな。テンポゲーで負けるんよ。リムールとかだったらまあまだバイアル残りやすいからあれだけど。フリで普通に時間入ってるタイプ。でも触ってきちゃうせいで。バイアルの価値もだいぶ落ちちゃう。バイアルがそもそもあんまこの、現状レガシーに合ってない。押せ。デスタカラールにはまって死んでしまうこのままじゃ。デスタカくんなんか変わったって思ったけど変わってねえ変わってねえ。悔しいよ。食べて、ランドをください。先手で食らいつけないんだったらもうどうにもなんないでしょ。よっよっ。なんかウィルされるの。デイズデイズとかなのか。あ、はいはいはい。デイズで紅葉するという話だね。やられてる。やられてる。あ、最悪。もう最悪だよ。4。ハンドどうせこれ稲妻か多くじゃん。どうにもなってない。
何でも持ってる全部持ってる何でもある。デルバはこうやって回すんや。くっそー。やらんかなー。さっきのテンパイってはまあ、サリア出して孤独通してだったら、でも新リナズマで負けてそうだもんな。変わんねえ。いや、まあ変わんねえ。介入できそうな部分なかった。結局オークに暴行されてるんだけど、どういうこと？なんか今日はデスタコを回して青タンペインターに勝って青黒テンポに勝ってグリクイスコントロールに負けてグリクイスデルバーに負けて2-2です。いやもうあのグリコン戦どうにかならんかったかな。バイアルでマナを伸ばすぜとか言ってるのにすぐマウント取られちゃう。いや今日でね、でも新環境、この環境カルロ不定環境終わりなんでね、また明日から、明日一応データ入って来週のビッグマジッククラブからね、まあ、新環境一発目なんでパンチの効いたパンチの効いた最高のデッキをちょっと探して回して、なんかあるかな。いやー、あれで負けるんだったらもう勝たんしょ。さすがに戦えるかこれ。早く場に出した方が強い方からキャスト、まあちょっとスクリーそうだからデッキ掘ってから重宝したいんだよね。まあ雨か。ロマの潰されるときつそう。よし頼むなあ、すぐスクリューするし、ワイヤルはキープしてもウィザーブルームコマンドでぶっ壊されるし、もうなかなかわがままなデッキだ。
や、可愛いやつなんですよ。一旦まず囲いから入る。何度引かないんだとどっちにせよ硬いよな。ダメだ、全体的にスクリューが多すぎる。引かねえ引かねえ。すぐ死なないからソープロ待てばよくねーと言われたらそうなんだが、そうなんだが、負けよう、認めよう。わかった、負けを認めよう。最強はわかった。どうしよっかな。バグマメか、バグマメか。そんなに除去たくさん欲しいわけでもない。スカイクレイブは言うて豆割りたいし、ロランもいや、あれでマリガンするのかな、怪しくない。え、後手で、手で情報ランド1枚やってデッキ掘れて2万アクションがあるんだったらやりはするけどな。その後はおじいちゃんみたいな。割るわ。またもみ消しやんないといけないな。あー、はいはい。でもこのバイアルも弱いんですけど、やるもな、ウィザーブルコマンドのいい的っちゃいい的だからな。これはウィザーブルームコマンドの構え。タコマン2マナにしてはちょっと強すぎないか。まあ、あとはこれな。デイズ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 、うわー、きえ、なんかねー、ランドをほどよく引かないといけない、かつランドをもっとこう5枚ぐらいまで伸ばさないといけないみたいな。ランドをそもそも3枚目とか4枚目置かないといけないデッキって存在、あのあれなんだよ、テンポ系相手にそもそもランド置いた分だけ損していくから、そもそもやっぱデルバーにはそのもともと構造上不利は不利は不利なんだろうなって気がすんだよ。デルバーとデッキが 1,2 枚で動けるに対してさ、でスタックが終わって土地4枚とか必要になるからさ、カード2枚分ずっと損失しないといけない。どうなんだと思う。だからなんか除去って勝てるみたいなゲームはもちろんあるかもしれんが、なんかそうはならんのだ。
なんでフェッチなくなっちゃったんだぜ。いやー、もみ消しがデスタクテレキで、もみ消しめっちゃめっちゃが多すぎて、もみ消しまあ当たるな。というか全身もみ消しの元すぎてどう頑張ってもハマれない今。あっち側のアクションが軽くてな、綺麗に当たるタイミングもないし、なんだこれ。あー、たくさんね、ちゃんと引いてないと。もみ消し、見る。きちきち。ベース打たれてた方がきついはきついからな。ビュートップ。一応ゴイルになっちゃったね。蛇行に殴り負けんの嫌すぎる。多く打ちたくないと、まあそうそう、これビル打ちたくなりそうに見えるよね。お願いします。よしよし、いや次から次がどんどんきつい。おおおおおおお、このゲーム辛いな。自宅回すたびに怒ってる。フフフフ、なかなか暴れ馬だからな。どう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 、ボンダーは、オーノットシャッフル、割ってそう。いやこれさ、ここまで入れんのかな。でもダクローだけなんだけど、結局ダクローで揉める負けるんだったら必要になるし、
これはこれで困るな。上が表になってる。トロピーウィザーブルームの方。全然語る気しないな。全然語る気しないな。ヨーリオンコストに使っちゃったしな。まあゴビル蹴らないといけなかったからホンダシャッフルしないし、サリア出して出せないようにしつつにしたけど、それでもキティモンはきつい。負けですか。カード引かれすぎですけど負けですかこれ。半年ぐらい、半年後ぐらいに思い出したかのように回そう。いや厳しいな、全然勝たなそうだな。じゃあ切るのもしょうがなかったしな。もみ消し意識、いやーどの順番でもあんま変わらなそうだったけどな。囲い残ってる方がよ、いやでも囲い残っててもな、何抜くねんってなっちゃう。抜くカードも別に肉残ってる方がいいから抜けないし、多く4枚入ってて抜かれることないからサリアとかルンも抜くのもちょっと違うような気もする。まあ全体的に微妙だって。やっぱ豆入ってるデッキは全部きついな。どう頑張っても相手は奥除去ってカード引いてくるから、少数差がそもそもつきすぎちゃってて、うん、全然追いつけないんよね。豆をそもそもうまく処理できていないから、スロークも弱いんだよな。あとは全体的にちょっとスクリューも刺し、ダットもしたし、デスタクだったね。デスタクだな、これ、みたいな感じのゲームはちょっと多かった。なので今日はデスタクを回して、青タンペインターに勝って、アクロテンプに勝って、おやったかと思ったらグリコンに負けて、グリデルに負けて、バグマムに負けて、多くだった。もう、多く。多すぎる。オークデッキ4種類だった。くっそもう。くぅ。オークきついわ。いや、オークきつくないようにサイドアウトするって言っても、それだとデッキやっぱスカスカになるとしか思えんしな。相手のオークをオークで除去ってるのもなんかちょっとね。ああ。多く生かすように動けたら強いだろうけど、それ。あーねえ、しゃあなくねえのかよ。あ、でも多くはきついはきついだろう。多くきつくないようなムーブちゃんとできればいいんだけどね。エシカジカルドラトールとか。もうなかなかそうはなる。マジで困ったもんだ。
いい感じにボコボコにはなって、よし、やめにするか。なんかね、でしたバイエルが昔よりやっぱ触られやすいよね。あのレイラインバインディングが生まれ使われ始めたタイミングでもうバイエルがそもそも大して使い物になんないみたいな状況が多くて、そもそもエンディング出たタイミングも同じような話をしてて、今なんか物のついでに壊されるんだよね。ウィザーブルームコマンドとかもそうだし、こう豆対策に巻き込まれて豆を壊しつつなんかするカードと一緒にバイアルが壊されちゃってるから、うん、いやバイアルも弱いしルンマモも弱いみたいな状況だから、ストックなる必要がそんなないと、コンボを入れて白いストンピーとかにしてる方がまだなんか納得もする。ちゃんと再活性入れればいいんじゃない。ヒタンと再活性とトロール入れたらデッキ強くなるかな。ヒタンと再活性とトロール入れる。え、それってもしかして白黒ブリンク、白黒スキャムってこと？もしもしスキャムさんってこと？あ、ちょっとなかなか理想やったね。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりにしますかね。また。いやでもやっぱブレポン、いやー今のね環境早すぎて、ブレポンポンダーすらも打ちたくないのに。ドロソも打ちたくないのに。いやーちょっとまあ明日はね、初心環境のデッキを考えて、ああもう週末もな、動作をクロリアに回すぐらい、まあ、ちょっと多フォーマットで気分転換するぐらいの方がいい。ちょっとなんか気になるデッキ一個あったからそれは回したいんだよな。だっけ、いっぱいってるやつって。あまりにも厳しい。マッチだった。あまりにも辛いマッチだった。モダン気分転換モダンとかも、最近ねちょっとベインリッパーブームだから。ベインリッパーもう楽しくてどうにもならんぜって状態になってるから、結局もあそこかな。これ昨日5-0してたラクドススキャム分類になってるベインリッパーリアニメーターなんだけど。ああ、これも結構強そうなんだ。これもちょっと回したい。あと明日はデッキ作って、多分終わりになっちゃうけど、週末時間があったら、あ、これやろうと思ってる。シミック豆デプス。
大変回そうと思ってます。はい、じゃあまた、また週末、また明日週末、またぜ配信する、またぜひ見に来てください。よいしょ、あざした、おぞぞ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 、あよよよよよよ。